どうも、ジンです。明けまして、おめでとうございます。はい。ということで、新年ね、一発目の、動画になります。あ動画あおしゃべり動画になります。はい。一本ね、もう動画上がってるんですけれどもね。はい。今回ですね、皆さん、こちらでございます。イヤースーツというね、耳栓をご提供していただきました。どうも、ありがとうございます。はい。まあ、ということで、前回ですね、僕が、サーファーズイヤー、ね、検診、皆さんしてますか注意喚起の動画上げさせてもらったと思います。こちらの動画をね、このメーカーさんが見ていただきまして、商品提供していただきました。どうもありがとうございます。はい。まあ、このイヤースーツというね、ブランドなんですけれども、皆さんね、よく、サーフィン系の、耳栓で言うと、あれ、何でしたっけ。いやー、サーフイヤー。サーフイヤーだったかな。サーフイヤーかなんか。だと思います。あのケースがついてね、耳、声がよく聞こえるよみたいな、はい、がありますけれども、それとほぼほぼ同等品ということでございます。じゃん、はい。僕もね、一時期使ってたことあります。で、まあ、どんなもんかっていうのは、基本的には、耳栓は耳栓なんですけど、鼓膜の、まあ、代わりになるような、なんていうんですか、穴があって、この水を通さない膜みたいなのがちゃんとあるんですよね。なので、ビチャッとこうね、耳の中をこう埋めちゃうんじゃなくて、こう、中までシューッと管が通ってて、このギリギリの水が入るか入らないかみたいなところがちゃんとこうあって、こう、なんていうんですかね、第二の鼓膜みたいな感じの、まあ、気孔を持たしてるんですよね。ちょっと光がないんですけどね。はい。まあ、こういうね、耳につける、こういうのも、はい。ちゃんとありますよ。で、この、後ろね。これなんだろう、この、首にぶら下げる、こう、なくさないようにこう首にかけておくやつ、だと思います。これね、全く同じ作りですね。ここにメッシュがあるんですよ、ここに。わかります？ここはメッシュ。メッシュがあって、ここの反対側ぐるーっと空洞、このね、見てください、ここ。穴が開いてる。ここで全部ね、こう、空洞になって、聞こえるんですよ。声が。空気も抜ける。シューって、今言ってますけど。一般的な耳栓よりも音がよく聞こえる仕様ですが、すべての音を完全に拾えるわけではありません。リーチコードはね、絶対必要なので、サーフィンやってる時とか。プールとかみたいに、こう、自分でね、こう、動作を抑制できるような、スポーツであれば、そんなね、リーチコードいらないでしょうと思うんですけど、この分外すんですね、一回ね。外して、で、この穴に、これを、ピンと入れて、で、これを入れたら、ポーン。結構簡単。もう、シリコンもすごいいいシリコン。これ、こうなるね。つけてみます。あ、めちゃいい。ここに首を入れるわけね、ここにね。はいはい。おぉ、はい、こんな感じで入りまーす。どうですか？まあ、結構邪魔にはならんかな。パドルとかしても。うん。これね、一回ちょっと海で、使ってみるんで、これ、ちょっと一回海で使った感想やっぱ言った方がいいっすね。うん。こんなもんか、みたいな。この動画の続きに、ちょっとそのインプレッション動画差し込みますんで、マリンスポーツ系やってる方は、こういう耳栓結構欲しいと思いますし、耳栓愛用者って結構ね、耳栓何個も買わなきゃいけないし、なんか消耗するみたいで、やっぱりね、大事みたいです。うん。僕全然しないんで、ちょっとあんまりこう、気持ちは理解できないんですけど。うん。まあ、今回ね、ちょっと僕はそんなにひどくないですよってことでも、まあ、ぜひね、使ってみてくださいって感じで、めちゃくちゃね、もう良心的な、メーカーさんでしたので、まあ、物もね、やっぱり素晴らしく、いい感じでしたね。はい。価格帯も、アマゾンで見ると、相当ね、サーフイヤーサーフイヤーだったかなサーフイヤーの、値段よりかは、かなりね、リーズナブルなものになってます。ただちょっとケースとかはね、ちょっと簡素化されてるんで、まあ、おしゃれとかで言ったら、やっぱ、そのなんだろ、所有感で言うと、まあ、なんかあっちの方が、こうちょっと質感とかはいい感じに作られてるとは思いますけど、まあ、
僕からするとコスパも大事なところだと思いますので、まあ、こういったね、まあ、なんていうんですか、メイドインジャパンっていうのかな、日本人の人が作ったものになるのかな、ちょっとわかんないんですけど、こういったものもありますよということで、皆さんぜひ試してみてくださいということで。さあ、じゃあ今回ちょっとあやさんに使っていただく商品がこちらになります。さあ見てください、あやさん歴代の耳栓がこちらでございます。サーフイヤー 2.0、 サーフイヤー 3.0、 そして今回提供いただいたイヤーシーツということで、この歴代のね、あやさんの歴史をちょっと物語っているようなちょっと 絵なんですけれども、今、あやさんこの 3.0 使ってて、で、これはもう耳が激痛だったらしいです。この硬さがやばくて。この硬さがね、痛い、耳の中痛いらしいです。で、これは僕の今触った感じはめっちゃ柔らかいですけど、あやさん曰く、これもいいらしいです。柔らかさ的には。で、何がいいって、これ、イヤースーツがいいっていうのは、この、ウィングがちっちゃかったり選べるのがいいみたいです。この、イヤース、サーフイヤーはこのウィングが、こう折れるんですけど、なんか耳の中で痛くなるらしいですね。はい。ということで、これ僕もらったんですけど、もうあやさんにあげます。はい。使ってもらってまた、インプレッション、またいただければなと思うんで、先ほどね、もうすでに、メッシュが、交換が入ってたら最高ですって言ってたんで、はい。メーカーさん、よろしくお願いします。ということで、いってらっしゃい。はい。ちょっと、急遽なんですけど、ちょっとあやちゃんがなんか耳栓つけてるみたいで、で僕ちょっと提供を受けたこの、これなんて書いてある、イヤースーツのちょっとをあやちゃんにちょっとつけてもらおうかなと思って、であやちゃんはこれなんだったっけ、これサーフイヤーを愛用してらっしゃいますね。はいはい。なんで鼓膜が破れた。あ、なんかこれ磁石でこなんかおっしゃー、わ、しかもめっちゃつい、なんかいっぱいあるじゃん、中。なにこれ、予備、わ、予備ありすぎじゃない。あ、でもなんかちょっとこう素材感がちょっとオッシャーな感じだね。あ、で柔らかさどう、柔らかさとか、柔らかさはそん、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、似てるよ、似てるね。あ、でもなんかちょっと、あ、でも若干違うな、芯があるな、こっちの方が、こっちの方が芯がある、イヤースーツの方が。これもさ、これはこんだけ細いけどさ、おうおう、これ頑丈。ガチだね。で、多分こいつを、違う、サイズもさ、やっといっぱいあるよ。あ、確かに、そうね。これ大事だよ。ごめん、それ大事結構。ここが痛いもん。マジ？このさ、うん。ここに入れるさ、ここがさ、でかいとさ、痛い。はい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 、あ、そうなんだ。へぇ。はい、でもみんなが見ちゃおう、ちょっと。ダメだ。まあこんな感じで、はい。まあ、セッティングするみたいですね、自分で。でもなんか、ケースがちょっとやっぱ、このサーフイヤーの方がなんか若干こうあれだね。ちょっとオッシャーだね。まあこっちはこう、ちょっと簡易的な、ただの透明の箱って感じで。これだってこれマグネットで、うわー、いやらしいわこれ。おしゃれねえ。これいくらぐらいするんだっけ。いくらだっけ。1万。えっ、あれ1万したと思う。1万ちょっとだった。マジで。これちなみに3000円ぐらいだよ。やばいね。でもちょっと質感とか見ると、まあどう、そうだね、まあどうかな。 あ、ちょっと大きいのかな、なんかこっちの方が。あー、どうだろう。まあ、あやに一回つけてもらって、なんかこう、具合はでも一緒だね。なんか装備の仕方はついてるものはほぼほぼ。めっちゃ真剣じゃん。え、どう、値段的に。いいと思う。柔らかい。柔らかい、ほんと。このこっちは硬かった。硬い、これ。あ、これでも 2.0 じゃん、サーフイヤー。俺これ持ってたな。これちょっと痛い。あ、ちょっと見せて。嘘。あ、
これ痛いんだ。うわ、この何この、でかかったけど、ていうかもうあれじゃん、もう耳栓マニアじゃんこれ。なんで怖くやめたんだもん。耳栓マニアじゃん。あ、確かに硬い、全然違う。わ、わ、全然違うわ。あー、どう？これ、あ、でも、こいつとこいつの間ぐらいだわ。あ、うん。そうだね。個人的には、この三つで、もう硬い、真ん中、柔らかいって感じですね。これは。これが、だから、昔のサーフイヤーで、これが、サーフイヤー 3.0 で、イヤースーツって。でかい。どう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 。ちっちゃいとさ、逆じゃないこれ。つけてる向きが。ほら、こっちでしょ、ねえ。こうでしょあなた。こうでしょ向き。ちょっと不器用だね。できたはいはい。じゃあ行ってみましょう。じゃじゃん。さあどうですか。あ、ぴったりじゃない。ぴったりで、どうなの自分的にこの比べた感じ。あ、ぴったりぴったり。うん、痛くない。どう、そう。でもさ、こいつがやっぱトップレベルで柔らかい気がする。だけど、うん、な、ちょ、いいよ、もう忖度なしで言って。うん、そうだね。それつけてみて、自分のいつものやつを。これで右と色がこう分かれてていいね。パッと。どう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 。いや、こっち左耳つけて、あ、右耳つけて、こっち左耳つけたら。そうそうそう。ここが太い分フィットはある。ああ、そこがね、このアームがね、このこれがね、ちょっとよ、優しい。ずっとつけとると、でもこっちの方が痛いと思う。嘘。これもそうだったけど。ああ、ちょっと長すぎるんだ。うん、で取りたくなるから。ああ。こっちのが柔らかいかもしれない。まだこっちのが小さいのも選べるしね。うん、サイズがね。ああ、そういうことね。わ、めっちゃいい話聞いた。俺やっぱ分かんないからさ。好き嫌いありそう。ある。これ細い。ああ、そういうことね。この太い。はい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 。え、あや的には？良さそう。嘘。え、じゃあもうあげる。これちょっと使って。で、またちょっとさ、教えて。今日使ってみて。うん、今日使ってみて、じゃあ、ちょっと。で、これ、アマゾンで買えるの。へぇ。アマゾンとか使う？使う。使う？ほんと？じゃあ、ちょっと、あやセッティングして、自分で。ちょっと俺、サムネ撮らして。はい。あ、これ違った？ん？でも、ここのサイズがあるからいいんだよね。10台があった。ね。ここのサイズがあるからいいんだよね。そうだよね。そうだよね。オッケーオッケー。え、めっちゃいいじゃん、じゃあ。よかった。あやがそんな喜んでくれるんだったら、もうあげちゃう。イエーイ。提供してもらったのにあげちゃう。おいおい。ジンさん使ってくださいって言われたのに、あげちゃう。何でもあげちゃう、あやに。全然違う子がつけとるじゃんっていう。あやが可愛くてあげちゃう。ルパン？ルパンにあげちゃう。え、でも、あやはこのサーフイヤー 2.0 から使ってて、そうやって思うんだったら、え、いいわ。これなんで、まあでも、なんかさ、サーフイヤーはさ、イヤーズはさ、なんかちょっとこう、あれだね、なんかこう、すごいこう、あれだよね、なんか、あれを感じてるよね、なんかこう、ブランディング感を感じるよね。ちょっとこのイヤースーツはちょっとまだ、出始めで、ちょっとまだまだ、なんかこう、簡素化された感じの、まあ価格相応って感じですね。あやさん頑張ってつけておりますが。待って、これ逆だった。逆だった？何が逆だった？この、これがさ。あ、確かに、ちょっとそういう説明書あるよ、一応。あるじゃん。まあでもそんな難しくはない。うん。そういった部分。だこの、ウィングがいっぱいあるからいいんだね、あやは。これが。そうです。痛かったらこれに変えればいいんだね。痛かったら。こっち選べないんだ。しかもこれ外せない？もしかして。あ、外せますよ。あ、これ外せるは外せるんだ。あ、でも予備はあるのか。だからサイズがないわけね。ああ、そういうことね。このね、でも最近はここの黒いシールが取れちゃって。ああ。そこ。あ、そういうこと？だから、それも予備入ってると嬉しい。
いやいいいい、そういう言葉嬉しい嬉しい嬉しい。俺とかよく分かってないからさ。嬉しい。あ、でもシールなの、そのシールでした。でもすごい頑丈なシールだけど、うん、なんか剥がせる、ずれちゃって取る。あ、ここのねメッシュがね、はい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 、この部分がなんか剥がれて、なんかあやはここのメッシュが欲しいらしい。もうだって水が入って意味なくなっちゃって。確かにね、確かに。じゃあやさんちょっと使ってみてくださいね。はいはい、あのぜひともちょっとあのまたインプレッションな、長年使ってもらった上でのインプレッションもいただけたらなと思うんで、もうあの忖度なしで行くんで、はい、僕は、はいはい、がっちりレビューしていきましょう、はいはい、ということで、まあ、とりあえずこれが第1回レビューということで、ありがとうございました。はい、使ってください。行ってらっしゃい。さあどうですかあやちゃん。めっちゃいい、ヤスツのおかげ。あ、いい、聞こえるし、うん、あ、聞こえるし。これ短いだけどね、この紐、うん、全然邪魔にならんから、逆にいい、うん、じゃあ素晴らしい、グーでした。何より痛くない。値段がね、半分ぐらいですけど、ありがたいです。最高最高、イエーイ。